俺は現在進行形で引きこもり生活が続いている。というのも、忘れもしない2ヶ月前の恐怖体験が全ての元凶だった。あの身の毛もよだつ体験から俺は人の目が怖くなり、まともにトイレも行けなくなったんだ。2ヶ月前、俺は大学の講義を終えて電車で帰宅していた。いつも通りの日常を消化するように、その日も目いっぱい勉強して、あとは家に帰ってゲームでもしようと考えたところ、急にトイレに行きたくなったんだ。でも、すでに乗車していたため家の最寄り駅に到着するまで我慢するほかなくて、ようやく駅に到着したら下で、俺は全速力でトイレへ駆け込んだ。そしたら、こんな時に限って駅のトイレが混雑してて、長蛇2列からしてどんなに待っても10分以上はかかる見込みだったから、俺は駅から徒歩10分のアパートに走って帰ることに決める。そうと決まれば全力疾走だ。改札を抜けた瞬間に俺は走り出した。しかし、俺は風を切りながらコンビニの存在を思い出し利用客が少なさそうだったら、トイレを借りるのもありだなと考え、油汗をにじませながら辺りを見渡す。するとちょうど進行方向にコンビニがあるではないか。俺はこれぞ神のおぼし飯だと歓喜して、そのコンビニに向けてラストスパートを切る。あと少し、コンビニの駐車場脇におばさんがいて、何やら。タクくん。と叫んでいたが、今の俺には関わる余裕もない。俺はおばさんの横を駆け抜けてコンビニの入り口前までやってくると、数拍の呼吸を置いて早速中へと入るために自動ドアの前に立つ。自動ドアの開閉速度さえ待ち遠しいが、すぐそこにゴールはある。そう思えば小さなことは苦にならなかった。そして、俺が一歩店内に踏み入ると、バー。うおおお。突然、目の前に全身真っ白なブリーフ姿の男が出現し、俺の目と鼻の先で雄たけびを上げた。不意打ちのあまり、俺は心臓が破裂しそうなほど体を跳ねさせながら盛大に声を上げてしまう。さらに、目の前の男、某ホラー映画の子供の幽霊を成長させたような、通称としおくんが、ベンチ、ベンチ。と、わけのわからないことを唾を飛ばしながら訴えかけてきたので、すんません、すんません、わかりません。と、俺はなぜか腰が引けて尻餅をつきながら謝りまくった。わけもわからない存在を見上げながら俺が低等平身と謝っているというのに、参見する客や店員は助け舟を出してくれない。としおくんは、今だ。ベンチ。と意味不明なことを叫びながら、どうしてか自分のブリーフを叩いていたが、俺は真っ昼間から実写版としおくんを目撃したというどこか非日常感に頭がついてこなかった。そして、としおくんは膝をつくと、尻餅をついたまま固まった俺の膝をバンバン叩いてきて、そのうちの何回かが俺の膝をすり抜けて腹部にヒットした。途端、猛烈な便意のうねりが悲鳴を上げ、その直後に俺は全能感に包まれる。すると、背後から、タクくん。という声が聞こえたので、誰がタクくんだよと思いながら、振り返れば、コンビニ前にいたおばさんが白い獣、通称としおくんへ駆け寄り抱きしめた。そいつ幽霊だよ、と心の中で忠告したが、どうやらちゃんとした人間だったようで、としおくんはこのおばさんの息子だそうだ。もう、あんたはちょっと目を離した隙にこんなとこまで、危ないでしょ。おばさんはとしおくんの両肩を掴んで揺さぶっていたが、すでにここに被害者はいて事件は起きてるんだよ、と俺は密かに思った。としおくんを叱った後、おばさんはお礼向き直り深々と頭を下げて謝罪してくれる。どうやら、としおくんは精神障害を持っているらしく、おばさんが自宅でケーキを作っている最中に便意を催したとしおくんが、トイレに行きたいとキッチンにやってきたそうだ。としおくんは全裸にならないとトイレができない体質だそうで、服を脱がしてあとはパンツ一枚となった時、少しテンションの高かったとしおくんの足が、もつれて転んだ拍子に小麦粉の入ったボールを頭からかぶった。そして、パニックになったとしおくんは部屋中を駆け回った後、運悪く鍵をかけ忘れた玄関から外へ逃走したと、おばさんは早口で教えてくれた。つまり、としおくんはトイレに行きたいがために自力でコンビニまでたどり着いたのだ。意外な共通点に妙な神話性を抱きそうになったが、俺はそのとしおくんのせいで転んだことを思い出し、少しだけ怒った顔で、ちゃんとお子さんを見てあげてください。と、それらしく怒った。ちなみに、としおくんは高校生らしい。俺がまだ座りながらそう言うと、
年尾くんは相も変わらず、ペインチ。と叫ぶだけだった。こいつ、反省していないなと思うも、おばさんの翻訳ではどうやら、パンツ脱がして、と言っているらしい。もともとトイレに行きたかったらしいし、そりゃそうだよなと納得して俺はようやく立ち上がる。おばさんが再度深々と頭を下げるが、俺はそこまで嫌な人間じゃないと自負しているので、もう気にしないでください、と爽やかに許した。ぼとり。その瞬間、何か茶焦げ色の固形物がいくつか床に転がる。俺とおばさん、としおくんまでその丸みの帯びた丸っこい固形物に視線を落とす。そして、タイミングが良いのか悪いのか、ようやくバイトらしき店員が恐る恐るといった表情で、すみません、入り口の前ですので、と割って入ると、その固形物に注目した。ぼとり。今度は長めの固形物が床というリンクに参戦すると、彼らの視線が固形物の落下先をたどるようにお礼と注がれる。そういえば俺もトイレに用事があったと思い出すが、床に転がる脱力の根源を見て、どうにも何も言えなかった。ただ、もし神様がいるのなら、俺のお尻のあたりに感じるぬくもりの正体をどうか明かさないでほしい。そんな俺の小さな願いは届くはずもなく、おばさんはものすごく気まずそうに。あの、男物の下着を、一つください。と店員に尋ねており、店員は、マジ？とか口ずさみながら頭を抱えていた。そして、すべての元凶であるとしおくんは、いつの間にかブリーフを脱ぎ捨ててコンビニのトイレへ駆け込む後ろ姿があった。残されたのは、迷惑そうにほうきとちりとりを持ってきた店員。ざわめき出す客。飛び交うヤジの中、おずおずと新品のトランクスをレジ袋こと俺に差し出すおばさん。膨らむお尻。俺は自分に向けられた非難や嫌悪そして好奇の目に恐怖し、震えた手でトランクスを受け取るとその場を逃げ出した。あの。おばさんが何か言おうとしていたが、俺は涙目になりながら走り出す。そう、固形物をばらまきながら。こうして、その日以降、俺は便意を催すたびにその出来事を思い出し、としおくんが夢に出るたびにうなされている。俺はこの恐怖体験を抱えて生きていくしかないのだ。